よっしゃ、遠征初日はめっちゃ負けたけど、今日は勝てるように頑張るぞ。勝てねえ。もういいわ、東京とか帰ろう。ちょっと待て！レオシグです。これ、前の動画と同じパターンなんじゃ。地獄からの使者、レオシグです。おい、カラスは狂気体だ。不在からって、このゲームやめることはないぞ。いやだって、どうしようもないじゃないですか。大丈夫、俺が全部倒すから。え？俺が全部倒すから。じゃあ、今回も、まあ、全員倒してくださるってことでよろしくお願いしますよ。倒せ。は？お前が全員倒せ。いや、無理っすよ。僕の実力じゃそんなことできるわけないじゃないですか。甘えるな！有名コテは。お前らのお母さんではない！お前らはシャバで甘えに甘え、負けに負けてここにいる折り紙付きのクズだ。クズには元来権利など何もない。だから、お前が全員倒せ。はい。はい、どうも、クソ投稿者です。今回は東京遠征行った際に再びレオシグさんと組んでもらいました。で、あの森健さんの時と同様に、あの約束してたとかそういうわけじゃなくて、あのたまたまエアタワにレオシグさんがやってきて、あ、どうもみたいな感じでした。ショータイム。君と夏の終わりに将来の夢、大きな希望は決める。カラスマンにな、ダブル A 隊の配入の相手などできるわけねえだろ。君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望。いやー、レオシグさんやっぱうめえな。俺も頑張んねえとな。何やってんだ。はい、本当に申し訳ないです。うん、まい。強すぎ。いやー、うまい。最近自分動画も上げたんですけど、ガブスレイに乗り始めたんですが、まあ、その乗り始めた理由が、まあ、レオシグさんのね、組んでもらった時の視点見たら、やべ、めっちゃ楽しそうと思って、初めてね、あの特にあのガブスレイに思い入れとかなんもないんですけど、乗ってみようかなと思って乗り始めました。なんだこの野郎。レオシグです。生きてる。ここからがレオシグです。さあ、変形機体同士のドッグファイトを制したのはおそらくレオシグさんですね。てなこと言ってたら、カラスマが死にそうになっているので、ここはレオシグさん落ちて、なんとかコソボは回避していくと。まさかの覚醒落ちをかましてしまいまして、とんでもないことになってしまいました。いたぞいたぞ。流星群が襲いかかる。マンダの流星群は強い。
はい、2戦目です。つってもこの対戦が最後なんですけどね、1クレしかちょっと時間がなくて、はい、ですが頑張ります。で、動画冒頭にあった全部お前が倒せっていう茶番なんですけど、全然有言実行できてないじゃんって思う方がいるかもしれないんですけど、これも自分が落としましたから、実質全部倒してるんで。はい、冗談です。先ほどの対戦はダメージのね、7、8アリューがレオシグさんのダメージだったので、はい、ですがね、この対戦はね頑張ってるんでね、まあ見ていてくださいよ。一方その頃、よし、僕だってかっこいいところ見せてやるぞ。お前の知らない世界のこれを食らえ。悪い、俺死んだ。やっぱ生きてた。一度は絶望と倦怠の海に沈んだ魂がここまで来れた。受け取れ。はい、一旦視点をレオシグさんのガブスレイに戻すんですが、まあ、この時点でね、2000コストのガブスレイが先落ちしてしまったので、まあ、普通ですとね、2000コストがガンオンされて2落ちしてしまうっていう流れになるんですけども、まあ隣に座ってたレオシグさんがですね、大丈夫です、絶対に死なないんで、どんどん前出ちゃってくださいって言われたんで、前出てきましょう。それを待っていた。ここからいなくなれ！ってな感じでちょっと覚醒しちゃったんで、相手の3000コストをかなり削ることができました。ちなみにレオシグさんが死なない宣言をした後に一回も被弾してません。ついでにネタバレで言うと、この対戦終わるまでもうレオシグさんは被弾しません。さあ、レオシグさんのガブスレイに一旦して戻します。クシャが覚醒で追ってくるんですが、これ追えないね、うん、普通に逃げられますね、これは。で、自分のガンキャノンが落ちてしまって、こうなるとダブルゼータのね、覚醒コンが当たると死んでしまうので、かなり怖いですね。さあどうなる。はい、なんとか勝つことができました。で、組んでくれたレオシグさん、そして動画を最後まで見てもらった視聴者の方、ありがとうございました。それではね、また次の動画でお会いしましょう。